やどや、今日はアニメレビューの時間じゃないよ。まさかの裏切りですね。本当は今日、ゴブリンスレイヤーを2018年の締めに見ようと思ったんだけど、ちょっと予定がずれて見る時間がなくなってしまったよ。絶対に大晦日に見る作品じゃないですよ。大晦日に更新しないってのもなんだし、今日は動画で年末のご挨拶を。リュウさん的には今年動画によるレビューを始めたことは大きい出来事じゃないんですか？もともと長い文章を読むのがめんどくさいとか、文字ばっかりだなってアンチコメントに反論する形で始めたんだけどね。売られた喧嘩は基本買うタイプですからね。動画によるレビューは文字によるレビューとは違う難しさがあるから、文字によるレビューを違った表現ができて面白いよ。でも、反省点もあるんですよね。そう、最初の頃の動画はちょっとストーリーの解説が多すぎた。ここ最近は意識して、なるべく作品を見たくなるくらいのところで、ストーリーのネタバレはなるべく回避するようにしてるよ。でも、たまにストーリー自体に問題がある時が難しそうですよね。アグーとかストーリー自体に突っ込みどころがあったし、みんな大好きな高橋夏子作品なんて、ストーリーをある程度語らないと作品の魅力が伝わらないしね。ほんと夏子の作品のレビューって、動画も記事も人気ですよね。今年は高橋夏子先生が手掛けた作品が本当に多かったからね。波及方針演技、キューティーハニーユニバース、コミックガール、美男高校地球防衛部、夢王国と眠れる百人の王子様、百連の覇王と制約の戦を止め、走り続けてよかったって。などなど。動画でも酷評した作品ばかりですね。コミックガールはまだ見てない、キューティーハニーは文章ではレビューしてます。方針演技なんて原作ファンが本当に報われませんでしたよ。私は高橋夏子先生の大ファンなので、来年もご活躍に期待してますよ。いかに原作を破壊し、新しい作品を生み出すか。原作に対するリスペクトは忘れないでほしいです。ところで巷の YouTuber とかだと、今年買ってよかったものランキング、とかやってるじゃないですか。順位適当なやつね。リュウさんは2018年のアニメランキングとかやらないんですか？それは、こうご期待。お。ある程度2018年のアニメを見終わってからやります。正月いろいろ見ますので、来週とかくらいかな。早く見始めないとあっという間に2019年冬アニメ終わっちゃいますよ。ほんと1年あっという間。アニメもどんどん放送数増えてきて、1クールの間に見終われないことが増えてきたよ。めっちゃ見ろ見ろ言われてる某アイドルアニメとかも積んでますね。あのアニメはあと3年くらいしてから見たい。ファンの熱量が合いますとかのアニメに対する感じじゃなくて、実写のアイドルに向けられてるような感じだから、なんかファンの行動とかも相まって、変な先入観ついちゃったから。3年もすれば落ち着くかなと。めっちゃ寝かせますね。東京オリンピックが終わるくらいに見ます。ラブライブ。せっかく伏せてたのになんで出しちゃうんですか？まあ、何派ともあれ。今年はお世話になりました。今年はアニル。デハ文章によるレビューが152作品、動画によるレビューは40作品でした。来年はもう少しペースを上げていきたいと思います。皆さん、良いお年をお迎えくださーい。